皆さんこんばんは。小室由里のネットでウィークエンダー、今週もよろしくお願いします。 MC の涼次です。どうしました？ボソッと言いましたね今何かと思いました。別人格が出てきたかなと思いました。心の底からこんばんはって言って、はい、ありがとうございます。ちょっとでもね、今日はその別人格っていう話が少し割れないぐらいのねニュースなんですけれども、はい、はい、見ていきたいと思います。誰も助けてくれない、自分は価値がない人間だ。13歳から父親の性被害に遭っていた女性の悲痛な告白、文春オンラインで今年の5月22日配信された、もうほやほやの、うんうん、ネットニュースですね、はい、であのですね、本も出されてる方の手記だそうです、うん、で前提となっているのが、ある統計があって、性暴力で最も深刻なレイプ被害について内閣府が調査をしたらしいんですね、うん、はい、で日本では女性の約15人に1人はい、6.5%、うん、はい、が異性から無理やりに性交をされた経験があるという数字が出ているということ、うん、はい、でまあこの記事の中ではこれは多すぎると思うのか少なすぎると思うのかは個人の感覚だがとありますが、うん、この手記を書いてらっしゃる方、山本淳さんっていう方なんですけどね、彼女に言わせれば一人でもいれば多すぎると、うんうん、いう問題であるというのを前提としてちょっと見ていきたいと思います、はい、彼女の家庭で蔓延していた価値観というのがまずあるそうです。もともと共働きで、お父さんは職を変わりがちだった、うん、でお母さんは定職について、まあ、安定して仕事をしていたんですけれど、中学の時に2人とも居酒屋を始めた、うん、やめてね、うん、でこの辺りから家族の力関係が変わってきたと、うん、父はよくまあ、転職を繰り返してましたから、うん、世の中の人間は人の顔色を伺うばかりで、うん、何が本当の生き方か分かっていないと、俺は何もなくても本当の生き方をしていると、うん、自分を誇っていたんだそうです、ね、はい、父が正しい、父が一番というのがこのご家庭には蔓延していた価値観だった。まあ、お母さんがうまいことお付き合いしていたのかもしれないですね、うん、そういうお父さんとね、うん、まあ想像ですけども、はい、父は人に順位付けをする人で、家族の中では私は最下位だったと、まあそうでしょうね、お父さん、うん、お母さん、娘さん、はい、でその背景の中、13歳の時、父は寝ている私の布団に入ってきて私の体を触るようになった、記憶からぶっ飛んだあの日と書いてありますね。でなんで13歳かっていうのが、まあ、最初記憶から飛んでたんでいつ頃の話かもわからなかったんだけども、お母様にお父さんが布団に入ってくるから寝られないと言ったらしいんですね、うん、はい、それをお母さんが覚えていて13歳ぐらいの時だったのかなと、うん、はい、で直接的に体を触られているとは言えなかったというふうに書いてあります、うん、でお母さんは額面通りに受け取って、寝られないと言ってるからやめなさいと、うん、父に強くは言ってくれた、はいはい、でもそこまでだったってことですね。で言われるとお父さんはしばらくは来なかった。しかしほとぼりが冷めるとまた父は布団に入ってくるようになった。ほとぼりが冷めたら繰り返す、それが彼の人生のパターンだったというふうにあります、はい、まあ、こういうことはね、あの依存症とかいう人たちには多いのかもしれないですね、うんうん、多分このお父さんも、うん、こう順位付けをしてたってことは誰かから順位付けをされる人生をどこかで経験されてたんじゃないかなって思いますよね、うん、まあそれであまり相手にしてもらえないので承認欲求の形がこういうふうに出てきたと、うん、いうことかもしれないですね、うんうん、はい、
でそれによってですね、お父さんから体を触られ続けて乖離スプリッティングというんだそうですけれども、はい、心が耐えられない時、人は感覚や感情を遮断する、うん、負荷がかかりすぎてブレーカーが落ちた状態であると、こういう状態になってしまった、うん、乖離性人格障害とかいうのをね、よく二重人格とか多重人格とかいうのを呼びますけれども、うん、家庭内暴力とか、なんていうんですかね、親から性的虐待を受けている人などに非常に多い症状だと言われています、うん、そして彼女は何も考えず何も感じないように時を過ごした、うん、その間に父の恋は少しずつエスカレートしていったと、うん、これ他の回でやってた、はい、いわゆる痴漢のうん、になっている状態ですよね、うん、ノーと言わないからイエスなんだっていう、うん、はい、うん、拒まれていないから OK されている、うん、それが男性にとって承認欲求につながっている、うん、そういう満足につながっているっていうのも統計的に出ているっていう話は聞いてましたね、うん、はい、で私の意思などないかのように私自身を無視してお構いなく続いていく行為、うん、私は変えられない現実と折り合いをつけるために自分の認知世界の捉え方を変えた。どこの家庭でも起こっている当たり前のこと、うんうん、と認知するようにした、うん、認知の歪みっていうのを痴漢脳の時にやりましたけれどもね、うん、これも別の意味での歪みですよね。歪みですね、はい、でもこうしなければ多分その時生きていけなかったでしょうね、うん、はい、耐えられなかったということですよね、うん、はい、感覚を遮断してなお、うん、認知も歪めないと いられなかったということですね、うん、はい、お母さんにね言ったとはいえ、うん、お母さんですらまさか、ね、体をまさぐられているとまでは思わない、うん、思ってなかっただろうと、うん、はい、ね、お父さんだって一番上なわけでしょ、はい、それ以上のことをもし察してたとしても、うん、言いづらかった環境ではありましたよね、きっと、うん、そうですね、うん、職場のセクハラとかも似たような構図がありますね。相談室設けられているけれども人事総務の部長であるとか、めっちゃ言いづらいそれ、うんうん、社長からセクハラ受けてますって言えますかっていう話ですよね、はい、でそういう環境がずっと続いていくことで自分は価値がない人間だって考えてしまうようになるんですね、うん、それに救いを誰も差し伸べてもらえないと、うん、高校に進学しても夜には父が来る日が続いたと、うん、で今でも思うということなんですけれど、性被害のパンフレット、うん、こんなことがありますよと啓蒙パンフレットありますね、うん、だいたい男性が作ってると思いますよ、うん、はい、助けてと伝えてくださいという言葉を読むと複雑な気持ちになる、うん、体は恐怖を感じ震えているけれどそれを意識に上げていくこと、なんで13って書いてあるこれ年齢ですね、年齢がどっかからこっちに来ちゃってますね、すいません、うんうん、はい、ことができない、声が出ないほど怖いというのはそういうことだというふうにありますね、うん、これ子どもの孤立を防ごうっていう活動をしている人たちが世の中にはたくさんいらっしゃって、そのある団体の陣頭指揮を取っていらっしゃる児童精神科医の方がいらっしゃったんですけど、その方が言われてた話なんですけど、まず声を出すにはまず今起きていることが問題であるっていうことにまず気づかないといけない、うん、はい、そこで正しい認知をしないといけないっていうことですよね、うん、でその上で相談できる相手を探さないといけない、見つけないといけない、うんうん、社長のセクハラを総務部長には相談できないわけですよね、うん、はい、自分の身の回りで誰が相談できる人なのかを見つけないといけない、そしてさらに
もっと高いハードルは実際にその人に声を出さないといけない、うん、はい、この3つのハードルを超えるなんていうことが、うん、まあ、13ってありますけど、はい、13歳14歳15歳ぐらいの子供にできますかと、うんうん、いうのを言われてましたね。どうしてもこの今のね、うん、日本の中だと被害を受けた当事者の方が声を上げるというこのファーストステップが必要だと、こう周りの方からのサポートとかフォローがなかなかしづらいっていう現状ですよね。なんで相談しないのって聞くと思います。私も前子供に言ったことがあります。なんかあったら言えよって、うんうん、言えないんですよね。うん、他の学会で、うん、あれだ、私この間セックスカウンセリング研修会に出てきたんですけど、うんうん、はい、そこで LINE で性被害の悩みを受け付けてる団体の方がおっしゃってたんですけど、はい、うん、何でも相談してねえは相談できないってやっぱりおっしゃってて、うん、はい、これについてわからないことあったら何でも相談してね、うんうんうん、そのやっぱりカテゴリーをしっかり分けてあげないと、うん、自分の意識がそこに向かないのと、うん、こんなこと話していいのかなとか、うん、迷惑じゃないかなとか思っちゃって、それがもうハードルになってしまうっていう話はありますよね。で、特に今の子供って、あの学校の教育って集団の教育なので、なんていうのかな、目立たないようにとか、うん、みんなにとっていいことをしなさいとか、そういうのが強いじゃないですか。決して間違いではないと思うんですけれど、何かのリスクに対しての教えではないんですね、うん、はい、何かリスクが起きた時の教えというのは学校ではやってくれなくて、やはりそれはあの性教育のところでもお話ししましたけど、大切なことは親が教えないといけないですよね。うん、うん、誰かに迷惑をかけないようにしなさいよって、我々世代でも、うん、ね、下の世代でもやっぱりお父さんお母さんとしてはそれが言いたいことではあると思うんだけど、うんうん、誰かに相談されたとか、または何か迷惑をかけられた時にそれを許せるようになる道徳教育とか、ま、誰かに迷惑を実はかけることが救いなんだ、うん、自分にとってもその人にとっても実は許されるべきことなんだっていう、そういう教育、そうですね、の方向性っていうのも必要ですよね。よくあの私も職場のカウンセリングとかさせていただくときに話するんですけど、迷惑をかけてない大人なんてどこにもいないんですよね、うん、絶対に一人もいないです。これは、うん、人に迷惑を一切かけてない人なんて、それがじゃあどれぐらいのレベルかっていう話じゃないですか。で、迷惑かけようと思ってかける人っていないんですよね、うん、基本的には、うん、だから目の不自由な方であったり手足が不自由な方であったり、そういう人たちが生きづらい社会になってしまう、うん、個性を認め合った上でお互い支え合いながらっていうかですね、うん、手伝いながら育まれていくのがなんか社会なんじゃないかなと思うんですけどね、うん、これあの読んでいくと、うん、私が3年前に舞台で主演を務めさせていただいた実在の女性と全く同じ考え方をなさってるなって、うん、その方は、13歳で覚醒剤をして、うん、はい、16歳で16歳だったかな、詐欺とか、うん、まあまあ、あの牢屋に入ったり、うん、牢屋に入るっていうかね、あの、はい、捕まったりとか、うん、いろいろこう経験されて今は更生されている方なんですけれども、うん、やっぱり若い時にそういうレイプとかされて思ったのは、うん、自分には価値がない、自分は価値がない人間だからっていうところで矢印が覚醒剤に向く、詐欺に向く、暴力に向くっていうことがたくさんあったって聞いてますよね。ここですね、うん、守られる必要のある大切な存在ならこんなことが起こるはずはない、うんうん、っていう意識ですかね、うん、傷ついた自分は汚れていて恥ずかしく、生きている価値はない、
誰よりもそう思っていたのは自分だったということに今では気づいたというふうに結ばれてましたけれどもね、うん、加害者も自己承認欲求の反動でこういうことをしてしまう、被害者も自己承認自己肯定感が得られずどん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 病んでいってしまう、傷ついていってしまう、うん、多分まあたまたまこの方は実名で手記を書いていらっしゃるので報道の場に乗ってきますけれども、表に出ないところで、そうですね、いろんなことが起きているかもしれないななんてことを思ったりしますけどね。こういう悲しみのなんか螺旋というか、うん、ね、ずっと続いていくじゃないですか、うんうん、じゃあそのお父さんのお父さんから受けた被害であった、お父さんもまた被害を受けているっていう、こうずっとね、はい、切れない螺旋状のように続いていくこの問題っていうのは、うん、じゃあどこで止めたらいいのかなって思うと、うん、気づいた人がやるしかないのが今なのかなって思いますよね。本当にその通りだと思いますね。気づき損、うん、という言葉にもなっちゃうのかもしれないけど損じゃない損じゃない損じゃないけど、うん、そのまあ私もある意味、うん、その気づいてしまったからこの元 AV 女優という肩書きを持って社会起業家っていうふうに言ってるんですけど、うんうん、やっぱりあれこれあれこれ言われるわけですよ、うん、でも今だけの価値で見ちゃうと、うん、多分この活動って続けられない、うん、この純さんも続けられないと思うんです、はい、その先の社会を作るためっていう、うん、ここに目的意識があるからこそできることであって、うん、はい、うん、そうですね、家庭の中とか職場の中で誰かが変えようと思えば、正しいことであればおそらく賛同してくれる人は多いと思うんですよね、うん、出てくると思うんですね。で、そっちの違うよこうしていかないと負の連鎖でどん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 続いていっちゃうよっていうのを変えようとする人たちの割合がある一定数超えていったら多分その社会は変わると思うんですね、うんうん、だから日本がいつこういうことの起きない社会に変わっていくのか、国に変わっていくのか、一人でもいたら多すぎるって考えた時に、それを極力ゼロにしていける日本になるためには、それぞれ気づいた人ができることから一個一個やっていくっていうのがやっぱり一番なんでしょうね。そうですね、うん、はい、で気づいた人をバッシングしない、うん、社会っていう土壌を作っていくっていうことも大事だと思いますよね、うん、はい、うん、ではちょっと今日はね、暗いの、はい、暗いと言っちゃいけないですね、深刻な、うん、はい、ニュースを真面目にお話ししてまいりましたけれども、まとめていただければと思います。はい、この問題はすぐに解決する問題でもないし、社会の問題全部をひっくるめて一つの形になった問題なのではないかなと思います。ただあっていいものではないし、これから解決改善していく方向性の話だとも思いますので、みんなで一緒に考えていけたらと思います。以上です。小室由里のネットでウィークエンダー、今週はこの辺でお別れとなります。どうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。またね。